お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイでやっていくんですけど、今日はですね、なんとゴブリンドリルがですね、緊急下方修正されましたというね、情報が入りました。というかもう、メンテナンスがね、入りました。なので、ゴブドリ今ね、ぶっ壊れの時期よりちょっと弱くなりました。で、まあどういった修正があったのか、今どんな感じなのか、そういったところに触れていければなと思うんですけど、まず配置後最初のゴブリンの召喚が1秒かかるようになったっていうのは、ゴブリンドリルがね、地面からこう出て、その瞬間今までゴブリンが生まれてたんですけど、1秒経たないとゴブリンがね、生まれなくなりました。なので、いつもね、タワー横に出してた、ゴブドリからゴブリンが数発殴ってたのも結構なくなります。なので見てからね、ゴブドリが出てから、あ、ここにじゃあダクピリを出そうっていうのでもう完封できるようになりましたね。なんで一発なんか運よく入るのがもう絶対なくなりました。もう見てからでね、完封できるようになったっていうのは、まあ攻めでちょっと弱体化、そして防衛でもね、相手のプリンスとかがやべえ来たと思って焦って出したら、そのカツンとかもね、施設に当たって施設が一瞬で壊されてっていうのにもなるので、まあ、防衛面でもちょっと弱くなったんじゃないかなと思います。で、破壊時にゴブリン3体が紹介される範囲縮小っていうのも、これもですね、ゴブドリが壊れた後ゴブリンが3体出るんですけど、前までそのゴブリンのね、間隔がまあ空いてたんですよ。こうみんなちょっとね、仲悪いんか知らんなんですけど、まあ間隔が空いてたからこそダークプリンスだったりボンバーの範囲とかもまあそこそこに避けてたんですけど、それがもうみんな仲良しになってね、近くなっちゃったことによって、まあ一瞬でね、処理されやすくなったっていうので、まあこれは防衛でね、まあ攻めでもかすごい対応されやすくなったし、突破されやすくなったし、結構痛い下方ですね。潜伏中の衝突大幅軽減は、まあプリンスとかダークプリンスなんか端前のユニットを潜ってる時になんか押してね、めっちゃ加速させる、まあバグなのかバグじゃないのかみたいなね、システムがあったんですけど、そういうのがね、ほぼなくなったのかなと思いましたけど、今日でもいろんなゴブドリデッキをちょっと準備しましたので、その辺でね、やっていこうかなと思います。で、どうしようかな、マルチでもいいんですけど、マルチ多分勝てないんですよ。その僕結構ゴブドリ弱いと思ってるタイプで、今回の修正でね、ちょっとグロタイでやろうかな。そう、まあ使えないことはないんですよ、全然使えないことはないんですけど、なんか前が強すぎてめっちゃ弱く感じちゃうんですよね。だってもし相手に使われた時も見てからでいいんですよ。相手がゴブリンの、ゴブリンドリルか、はい、出してきました。あ、来たわ。ダクプリ出せばいいや。みたいな感じで。結構対応しやすいんですよね。なんか使われてそんなに家じゃなくなったので、なんかあれっていう、なんか思いがありますね。前がまあ強すぎたのはね、間違いなくあるんですよ。さあ、今回相手はゴブオリーってことは、エレジアイとかかなと思ったんですけど、ファイボなので、新鋭隊ロイフグとかはね、ありそうです。さあ、行きますね。ゴブリンドリル。これ見てからでも対応されちゃうんでね。でも今ファイブ打ったな、折り使ったので、僕のこのウォールブレイカーもね、ちょっとタイミング見て刺さるんじゃない？さあ、ボンバーですね。ボンバーくん。さあ、こっち、おい、トルネ、おい、なんかいろいろいい感じになった。ラッキー。さあ、ボンバー、トルネタル、もうまた珍しい。で、しかもファイブの折りだったので、ゴレトルネファイブとか？あ、チエンスケラですね。全然違った。さあ、チエンスケラ来た。これちょっと守っていきたいね。さあ、ダークプリンスとスケでね、アイゴレでナイトはね、釣りつつ、いや、いい防衛じゃないでしょうか。そして、ここにね、ドリルを組み合わせてきます。相手、ボンバーが回ってないんじゃないかな。あとは、いや、回ってた。で、ゴブリンがね、出るまで遅くなりましたけど、いや、ボンバー、殴ってほしかったな。さあ、入るんじゃないこれ。ナイスナイス、いや、でかいですね。人は使いたくない気もするけど、吹き矢いるからいいですね。おい、さあ、相手はね、もう僕の上手すぎるプレイにね、諦めましたね。ラッキーですね。これ多分2倍タイム、3倍タイム貼ると、普通に僕の攻めが通んなくなって、結構きついイメージがあったんですけど、まあ、これはラッキーでしたね。はい。というわけで、他のね、YouTuber の方が、どういう、あ、待って、デッキ変え、デッキ変えたかった、ミスったー、このデッキもういい。満足なんですけど、そう、他のプレイヤーの人が、どう言ってるかちょっとわかんないんですけど、僕はね、もう多分使わないかもなーって感じですね。なんか、そんな好んで使うほど、強くない気がしてるんですよ。もともとね、出る前に僕弱いとか言ってたじゃないですか、勝手にね。っていうのもまああるんですけど、あんま強くないと思ってるんでね。よいしょ。
さあダークプレイで受けつつ、いやこれウォールブレイカーも飛ばしたかったな、せっかくなら。さあさあさあゴブリン頑張ります。いやいや、あれ強いのか、あ強いのか、あれ待って、思ったより頑張ったな。まあでも相手が今ユーナで受けたからっていうのあるんですよね。ゴーストとかがいたらまた話は変わったかなっていう、普通に完封されちゃうんだよね。うん、さあエレキペッコーですね、ペッカ工場です、ペッカ工場。まあドリルで防衛しつつ積極的に攻めちゃいたいですね。あとマジアチャが厄介かな、マジアチャが、マジアチャでの事故を防ぐのに、まあドリルをねマジアチャに、直当てとかもしながら頑張っていきたいですけど、さあどうしようか。相手がケツペッカー、ケツペはもう言っていいんじゃない、こういうの。このぶっぱして、もう一本取っちゃうんですよ。で、いや、ダックプリナイス。ロケット押しもそこそこ優秀ですからね。こういうペッカとかの相手に。で、僕はまあ、回転が早かったことにより、スケとかアイゴレでね、これを守ります。ファイブとかもしかしたら来ますよね、でも。ザップか?うい、やばい、ザップ。やばい、待って、やばい。やばい、やばい、やばい。よく防ぎたい。いや、ナイス。いや、フィジカル?ロケホ?ロケホ?ロケホ?いや、これもうちょっと守りたかったな。いや、でもロケホナイス。そして、ウォールブレイカー追加と。これは耐えれないんじゃないのか ?OK。2発とも入っていく。で、まあ、2本取れそうだけど、僕も2本ちょっと折られそうなので、気をつけてね、行きたい。で、吹き矢が無双しますね。今回、相手がザップなので、ロケホと吹き矢が相手からしたらきついかなっていう。さあ、ちょっとスケとかでね、耐えてはあげたい。さあドリルを飛ばしていきます。で今回の相手はね、このドリルがきついというより、僕のこういう吹き矢とかそういう系がきついと思うんだけどな。やべやべ、待って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 、反応がジジイやんけ。どうしたどうした、やべ、マジアチラワンチャン抜かれる。いやー、あと500でしょ。いや、ちょっとやばくなってきたな、ちょっとやばくなってきたな俺。急にね、急にマジでプレイもいろいろやばくなってきた。さあドリルで耐えたいね。攻めた方が良かったかな。いや、耐えれる気がした、俺は耐えれる気がしたから耐えるんだ、今。よし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 。いや、耐えれる気はしてるけど、本当にめっちゃギリギリじゃない、めっちゃギリギリじゃない。さあ、ドリル。いや、いい、マジアチャだ。さあ、ザップもね。やばい、さあ、ファイボで行かれていくと。いうわけで、ドリルでね、まあ、削れるっちゃ削れるんですけど、多分、前のドリル、下放される前のドリルだったら、余裕で勝ててると思うんですよね。ちょっとこれ、一回スキップして、エレジャイか、まあ、ゴレドリルとかやってみましょうか。そう、前のゴリルだったら、ゴリルちょっと、いろいろ混ざってんな、なんか、もう読みにくくなっちゃって、ゴブドリですね。ゴリル。ゴリルいいな、なんか響きがいいですね。そう、前のドリルだったらもっともっと楽にね、多分落ちてる。ほんと投げるだけで落ちてたんですよ。けどなんか今回そういうのがね、ちょっと変わったんじゃねと思ってます。どうだろうな、人によるかもですけど、僕は、まあ、なんなら弱めのカードになったと思ってます。さあ、まあ、とりあえずね、様子見ていきましょうか。バルキリーですね。バルキリーボンバー。いや、めっちゃドリル対策してるよ。そこまで強くねえで、ドリル。マジで。さあ、インドラー。わお。ライドラちょうど咲いたターンなんでね。ちょっと嫌ですね。これ、ドリルで攻めてもいいんだけどな。なんか、ちょっと怖いですよね。さあ、ボーラー。なので、ドラドラのバルーンかスケラか。まあ、よく見るのはバルーンですけど、スケラでした。残念なことにね。こういうのフリーズされちゃうんですよね。マジで。痛いっすよね。さあ、ライドラ頑張って。いや、ランバーも頑張るね。ナイス。結構耐えれた方じゃない。で、こういうところにね、ドリルつなげれたら、まあ結構強い気もした。そう、フリーズじゃないですね。スケラのファイボになってますね。よくフリーズ型を見るんですけど。これ、レイジ乗ってるから行っちゃうみたいなのないですか。さあ、レイジを乗せてね。なんかもったいなくなっちゃいますよね。いや、ボンバーがね、優秀。で、これが近いんですよね、ユニットが。なので、まあもともとボンバーには結構焼かれてたんですけど、よりね、対応されやすくなりました。さあ、裏から殴ってあげて、しっかり耐えていきましょうか。で、ベビードラで耐えて、こう、ボンバーも出してあげようかな。ちょっと痛い気がした。ふんふん。範囲で耐えます。これ、2倍タイム入れば、相手が一応、トルネプラスのファイボだと思うんですよ。いや、だから、結構ね、ライドラゲーできると思うんですよね。だから2倍タイムちょっと意識して、序盤ここ耐えれたらでかいですね。こっからですね、なんで。さあ、ケツゴレからの、
形組んでいきます。でこの五分取りをねうまい感じに使えたらいいなと思うんですけど、ちょっとむずい。おこれ相手やってね、スキラなのに LSP でき、え、あえなんでこっち来んかったこれちょっとでも一つ怖いのは、取るあのファイボプラスインドラとかが来るんですよね、このライドラに。いやそうなんですよね、これがうまいんですよね。さあでファイボ防衛とかちょっと怖いな、嫌ですよね。さあドラドラでちょっと溶かしてもらって、ゴブドリさゴブドリいつ使おうか、ちょっと待って、なかなか使うタイミングがわからなくなってきたな。ゴブドリよし、さケツゴレして、このボンバーがいることによって相手は攻めれないよね。今みたいな感じでインドラプラスのファイボでねライドラちょっと溶かしに来ると思うので、それだけちょっと気をつけてね。でワンチャン逆サイドマリなんですよね、これ相手がこうずっと片サイドガチ防衛してくるんで、こんな感じで逆サイプレッシャーかけてあげようかなと思いながらも、さあドラドラでねボーラーいるんでねちょっと嫌ですよね。でトルネでちょっと巻き込んで、ゴレのバッカーでねああいうボンバーとかも芝いていきたいとで流れはいいですね、これを繰り返していくとだんだん僕の多分時代が来るんですよ。よしよしよし、今いいですね、今めちゃくちゃいい流れで、これを繰り返して最後ね、この次ぐらいでドリルを決めれれば熱いかな。さあここ端まで止めないと結構危ない。さあ端まで止めてあげたことによって逆に流れはもう完全に俺、うまい。さあこのトレネでゴレを溶かさせんぞと。さあ行きまーす、ゴブドリ初登場、なんなら本当に攻めでは初ぐらい、さっきまでずっと休んでたんでね。さあ活躍しますか。ゴレの小型がね残ってて、さゴブリンがちょっと入る、しかもゴレが竹取ってることによってゴブリンがね、まあ、削っていくというわけで、あーまあ意外と悪くはなかったなこのゴレとかなんか LJ はまだやってないんですけど、なんかそういうゴレ LJ 系のデッキにならまだ使えないこともないのかなぐらいな気がするな。なんかやっぱ今まで入ってたゴブリンの最初のダメージだったり、溢れてたゴブリンのダメージ、ハミゴブのね、ダメージがやっぱなくなるっていうので、今回対応されやすくなった、完封されやすくなったっていうので、ゴブドリで積極的に削るデッキ、今からこのデッキやるんですけど、そういったデッキは結構前まで削れてたのに全然削れないじゃんが多分生まれると思うんですよ。そう。だから、そういったね、ゴブドリをメインに削るデッキは結構きついと思いますね。なんかさっきみたいな、あのゴレでね戦ってゴブドリをまあなんか状況に応じて最後攻めて使えたらなとか、まあ、そういったデッキだったらあの全然戦えるのかもしれないなとはちょっと今思いましたね。ゴブドリメイン、こういうねゴブドリがほぼメイン、まあウォールブレイカーもいるんですけど、なんかウォールブレイカーなんかちょっと違うじゃないですかって言ったらかわいそうなんですけど、なんかゴレとかエレジェイとか本当そういうプラスのドリルじゃない限りこれですね、これでも完封されちゃうんですよね。なんかあ後ろからラッキーですけど、そうなかなか通らなくなるんでねっていうのがちょっと今回痛い気がしますね。まあ高回転ドリルがめっちゃ流行ってたから、マジでドリルデッキは多分死ぬんじゃないかなと思ってるんですけど、僕はどうだろう。さあこやこや来た、やだな。あーはバルキリー振られたか、マジか。いやーでもナイスで、うーんこのゴブリンは何でもいいもんね別に。相手のこややだな、俺もよく使うんですけど、で回転が多分俺の方がちょっと早いんですよね、そんな気がする。だからこのうわーえやばくない、ゴブドリ加工されたのに本気で目立ってんだけど俺の相手、えぐくないですか。ダクプリバルキリー、バカじゃん、絶対取んねえじゃんっていう、でもこれ勝ったらすごいよなっていうのをちょっと俺思いました。頑張ります。でホバーがいたっすね、ウォールブレイカーも通んないですよね、これやばくないですかこれはマジでまあいないっすよ、こんなの、こんなメタはまあいないんですけど、ちょっと偶然引いたな。でゴブドリプラスウォールブレイカーっすかね、やっぱ単体で飛ばしても何回もやっぱ守られちゃうので、ちょっとね2枚同時に攻めたいんですけど、あいつのオーブンの圧がやべえんだよなさっきから。いや待ってこれちょっと、いやでもあっちに飛ぶよな、うーん。でこれさっきからもしかして俺のこのテスラの位置初心者すぎるかな、やべ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 、下手、テスラちょっと使わなさすぎてさあムートされたチャンスですね。で小屋がなマジで厄介なんだよな、
裏に行く、ワンチャン行かねえか。いや避けて、おい、いっぱい来るね。なかなか通んないぞこれ。これなかなか通んないですよマジで。えぐいぐらい通んないですね。本気で通んないさ。ヤナミ使ってくれる。テスラ置いてウォールブレイカーちょっと行きてえなあれ。いやマジやべえな。でダク、うえ、ちょっと待ってこれ。あい、おでも頑張ってる頑張ってる頑張ってる。ハミたちが頑張ってんな。いやマジでハミに祈るしかないのか。てかハミに祈るしかなかったんですよもともと。でもそのハミがいなくなったんだね。よしよし、さあさあさあ耐えましょう耐えましょう耐えましょう。でやっぱなかなか僕のこのドリルの攻めがやっぱ今回通りにくくなってるので、よいしょ、ちょっとウォールブレイカー、うわうまい、うますぎうますぎ、さすがにうますぎ、さすがにうますぎ。いやマジか。いや行った、ちょっと待って。そんなことある、これ神5決めちゃおうかな。これは困れないのかな。よしさあ、うわー、まあ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 、まあ、なんじゃこりゃ。相手のデッキえぐいなこれ。俺が YouTube に出してそうなデッキやもん。自分と戦ってるみてえな。でさっきヤナミ来たからな、ちょっとここは。いやヤナミ飛んでこんのかい。なんでやなんでや。さあドリルでウォールブレイカーで施設がね来るんですよ。でダックプリもあるんですよと。なかなか通んないんですよと。いやでもワンチャンにそうだな、ちょっとだけね狙っていきたいね。攻め5打っていくか、もしかして、もしかして攻め5打っていく説もある。いやマジでワンチャンある、マジでワンチャンある、本当にワンチャンあります。で位置を変えたいんだけどなかなか変えれないよね。そう攻め5を、この攻め5で勝ちます僕は。いやーマジでやばい、マジでやばい、本当にやばい。裏ナイス当てる、ドリル。さあテスラ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 。いやおいおいおい、なんでバルキリー、マジでなんで2枚持ってんの、あれえぐくないですか。いやこれはね、あの多分前のドリルだったら相手のドリルも強いから無理。これはねえぐいっすよ。いじめだいじめだいじめ。これもう顔とか強化とか関係ないっすね。まあ、もしかしたら強化されてたら僕の方がね投げる回数多かったので、まあ、ワンチャンあったかもしれないですけど、これはもうねドリル取りませんという風な感じで、まあ、ドリルがメインだとやっぱなかなかねダメージが通りにくい印象がありましたので、ちょっとドリルの使用率はね今後減るんじゃないかなと思います。まあそんな積極的に使うようなカードでもないかなっていうので、まあ前のエリババとかエレジャイとかゴーレとかの環境に戻るんじゃないかなと思います。またねちょっとおすすめの動画、あのおすすめのデッキか、曲げれたらなと思いますだけで、今日はねおります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。